ブリーチブリーチの登場人物ブリーチの登場人物はクボタイトの漫画ブリーチとそのアニメ作品やゲーム作品に登場する架空のキャラクターについて解説するミュージカル版の俳優はロックミュージカルブリーチを参照演は実写映画版での俳優登場人物の大半は実在する洋楽の楽曲からの作者のイメージで作られており コミックの刊末などで紹介されている。市守が高校3年生になってから登場した特殊な能力を持っている人間たちで構成された組織。幼少期から能力者だったリルカや雪糸口受け継いだ懐中時計自体がすでに能力だったギリコやジャッキーのように過去に何かあって力に目覚めた者も,もいる。当初は月島と 主カワラの以外は一守るに力を取り戻すための修行をつけてくれるなど味方かと思われたが、実際には全イングルで目的は一守るから力を奪うことであった。目的こそ達成したが死神の力を取り戻した一守る、そして援軍として駆けつけた隊長格たちとそれぞれ一対一で対決した末に全員敗北。戦死した銀城、月島、義リは、 屍かばね魂買い送りになり、竜魂以外で空ズルに拾われ岩橋の特訓の手伝いをさせられている。小説版、ブリーチキャントフィアーユアオンワールドでは、寛現術者が、コンパクに、霊王の欠片を所有していた存在だったことが、明かされた。森手13体以下のメンバーは個別記事へ、以下の二人は虚剣を参照。 4、オートロレーモン門番技術開発局休牧課4、封印下計画家、伊勢屋柴家人道一族居については、今日、破面については破面を参照。帝国兵士は全員、優派バッハから力を分け与えられているが、その中でも、カッコが、アルファベットから連想される特殊な能力を与えられる、正文字を受けている、特殊部隊で、森邸13体と同様に騎士団の中でも際は、 あるが、ほぼ全員が、体調核と同等以上の戦闘力を有する。このうち、ジェラルド・バルキリー、リジェ、バロ、ペルニダ・パルンカジャス、アスキン・ナックル・バールの4名は、ユーハ派の親衛隊となっており、彼らのみ、通常の完成隊とは異なる円盤と翼の生えた、姿に変化する。満ダッシ主要、アイテム、メダリオンを持つ。敗北者は処刑され、 言う幅、範に能力を吸収され、彼を活かす糧となる。頭の後輪が霊子の吸収起点となる、強化形態、滅脚誌管生態を持つ者も,もいる。これまでに登場した、滅脚誌たちとは異なり、霊子兵装は弓矢に限定されておらず、それぞれが異なる能力を持つ。浦原木助により作られたバウントセンサー付きの改造コンパクトの三人組。 当初はモ守たちに奇妙なゲームを仕掛けて本動していたが、実際は裏原が対バウント戦に備えて仕掛けたものであり、その事実を打ち明けた後はモ守たちのサポートをする。その際に市守、織姫、チャドがそれぞれ選んだぬいぐるみを自分の体として入るようになる。バウントを全員倒した後には、裏原商店に身を寄せており、劇場版では登場していないが、 たびたびオープニングやエンディングを飾っている。ゲームや破面編以降も登場してその後も一守るたちを手助けしており、オリジナルキャラクターの中では、ほぼ純レギュラーとなっている。兄リキャラゆいか、同じ改造コンパクであるコンが注目される森手13体、新軍編には、本格登場しない。バウントバウント関係者、ひ外がや先犬隊、奮闘記メノスのの森編魂層。 刑事カラクライザー編3番対カスミ王子や重要人物小説版における主要人物。ユーハバッハ歌詞 A すべての5分くらいの父とリーダー、ユーグラムハッシュバルト歌詞 B 皇帝クインン C のサバルタンアスキン、ナックルバール歌詞 D、バンビエッタバスターバイン歌詞 E バザードブラック歌詞 H、キルゲオ P 歌詞 J。ありがとうございます。